こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、長野県の渋温泉に来ております。そして、観光で今地獄谷野猿公園っていうんですかね、そちらに行ってきた後です。前回の動画を概要欄 URL から見ていただくと、地獄谷野猿公園の様子が見れますので、そちらをまずご覧ください。で、今回はですね、今日はですね、この後お昼ご飯を食べに行って、宿にチェックインするところですね。宿にチェックインして、また本日も渋温泉の夜を楽しむというような形になるかなと思います。で、今ね、このね、公園内、公園にたどり着くまでか、だからすごい長いんですよ。30分近く歩くんで、駐車場まで戻ってます。駐車場まで戻ります。でい、ある日ある日、森の中森の中、クマさんにクマさんに出会う。ようやく車に乗っております。駐車場着いたぐらいから一気に雨が弱まってくれましたね。この後はお蕎麦を食べに行きます。なんか有名なお店があるみたいなので、そちらに向かいます。やはりラーメンを食べることにしました。昨日戸隠蕎麦食べてますから、究極の蕎麦食べてますから、今回は信州、きっと信州味噌を使ったラーメンが食べれると思いますので、こちらのラーメン屋さん行ってます。やはり信州味噌ラーメンありましたね。そして信州の水がうまい。すごい量、いただきます。はい、ラーメンを食べ終わって地元のイオンに行きました。好きなんですよ、こういう地元のスーパーに来るの。イオン楽しかった。何か買ったわけじゃないんですけどね、イオンの中を見るのが楽しかったですね。気がついたらもうチェックインの時間過ぎてしまったので、今からチェックインしに行きます。宿向かう途中に湯田中駅に来てみたんですけど、渋くてたまらんすね。これあそこにあるご縁さん、ご縁さんですかね、居酒屋あるんですけど行きたいんだよな。着きました。本日宿泊の安楽荘さんですね。綺麗、表はすごく綺麗。立地もですね、川を渡るとすぐに渋温泉なので、すごくいい場所です。チェックインしました。もうフロントの対応と雰囲気からしてですね、もうこれはいいなと分かりましたよ、すぐに。で、部屋紹介です。これはいいないいなしか言ってないけど、部屋が広い、部屋が広くてですね、なんと、そしてトイレ洗面、これだけ広くて、こちらお風呂、温泉が出ます。だからここ選んだんですよ。いやー、かなり好印象ですよ。やはりすごくいい、立地も考えたらすごくいい。早速温泉入りますよ。源泉と書かれてますね。わー、最高。こういうの求めてた、幸せ。では温泉入ります。温泉出ました。いや、窓を開けて半露天にできるんで、すごく気持ちよくて長湯できちゃいますね。これだけ綺麗で、温泉部屋についてて1人6500円は安すぎるな。
この価格維持できるのかな。ってか本当に暑いぞこれ。見てくださいよ、足もツヤツヤですよ。いや、すべすべ。そしてサンダル焼けが。やべえ、寝ちった。目覚ましに温泉入って晩飯食いに行きます。さあ渋温泉に向かいます。晩飯選択肢がね、時期が悪いのか分かんないんですけど全然ないんですよね今のところ。昨日行ったお店か、まあ、新たに見つけたお店なんですけど、もともと行きたかったお店がお休みなんで、しばらくの間湯田中の方に行けば、まあ、駅があるということでかなり選択肢あるんですけどね、タクシー拾っていくのも大変なんで、とりあえず渋温泉街行ってみます。さあ来ましたよ。相変わらず人がおりません。相変わらずというか昨日に続いてという表現が正しいですかね。閑散としてますね。雨降ってきたなこれ。むしろ昨日の方が街が明るかったぐらいだぞこれは。雨も強まってきたぞ。まずいぞ。金具屋さん来ましたよ。またでれー、ここだけやはり異様な雰囲気持ってますね。本日お邪魔させていただくのは、反射して見えん焼き鳥元屋さんでございます。入ってみます。ごちそうさまでした。ではこの渋温泉の雰囲気を最後に味わいながら宿に戻りますか。名残惜しいです。なんかこう歩いてるとこの静かな雰囲気もいいんですけど、土日週末のこう盛り上がってる時の雰囲気も見てみたいなというようなふうに思いますけど、ただ混んでたら混んでたで嫌だなって思ってしまう矛盾が生まれてしまいますね。結局2日ともほぼ渋温泉貸し切り状態でしたね。最高の2日間でした。部屋着きました。まだ午後9時でございます。お茶飲みながらゆっくりしてまた温泉入って今日は晩酌できるかな。温
泉出ました。このほてった体で冷たい布団の上に転がるの最高っすよね。気持ちいい。では本日は晩酌をしっかりしたいと思います。まだ時間も早いので、だいぶしっぽりといけそうかな。本当に今日もいい日だった。では先におやすみなさいを言わせてください。おやすみなさーい。おはようございます。朝です。天気、そして二日酔いだ。温泉入ろう。温泉、温泉出た。気持ちよすぎて温泉入ってる間、気持ちいいとかね、自然に声出てましたよ。やばいね、ほんと年取ったわ。本日もいつものやつをいただきます。胃に染みそうですね。お茶を添えて。ほんとうまい。ほんとあっさり。ほんとにおいしい。しみる、しみるよ。ではチェックアウトします。宿出ました。いやー、すごくいいお宿さんでした。もうフロントの方も優しくて、今あの駐車場を少しお借りして、四本線にお土産を買いに行くところなんですけれども、この後はですね、四本線少し散歩した後、なんともう一泊軽井沢に向かいます。今回は本当贅沢な旅ですね。ではこの辺で動画も長くなったと思いますので、一旦失礼させていただいて、また軽井沢編でお会いしましょう。バイバイ。食べたい。